れない人は一流だと思うし、一日一日なんか成長しようとしてる人がやっぱ一流かな、まあ、常に患者さんを思ってるっていうのが、まあ、一流のことだと思います。まあ、トップのアスリートの方のサポート、ケアっていうのもできるのが夢です。一番近くで支えてくれる人が悔しがったり喜んでくれたりしてるんで、身近な人を喜ばしたいなって。お互いにまあスタッフとしてお互いの技術を高めるために切磋琢磨しながら、本当にこう人間性っていうのは磨かれる場合だと思います。平凡より一流を目指そう。頑張る仲間に一流の環境を。